69回目を迎えました全国高等学校サッカー選手権大会、今日が迎えて2回戦です。優勝候補筆頭といわれる静岡推薦で出場してまいりました清水市立商業高等学校、一方2年前優勝戦で1対0と敗れました準優勝に輝きました船橋市立船橋高等学校、好カードがこの2回戦で対決、実に惜しいという感じがいたしますが、もっと先で当たってほしかったと思いますが、これは抽選です、仕方がありません。この放送の解説は渋谷教育学園幕張高校監督の宗像マルコス望さんでお送りしてまいります。マルコスさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マルコスさんはこの市立船橋高校とこの大会の決勝戦で当たって、はい、惜しくも PK 合戦で敗れた監督ということで。はい、そうですね、やっぱりもう力の差ですね。そうでしたか、はい。まあ、謙虚にそうおっしゃってますが、はい、まあ、ここの舞台に出てきても渋谷教育学園幕張高校はある程度できたんじゃないかなという感触はあるでしょ。そうですね、やっぱりでも2回戦が静岡のチームと当たるとはちょっとやっぱり、うん、その先があんまりないんじゃないかなとつくづく思いますね。はい、ということは、まあ、それだけ静岡、特に清水はサッカー王国ですからね。はい、そうですね。清水市立商業高校、まあ、今年はそのインターハイをはじめとしまして全てのタイトルを取っているというこの白いユニフォームの清水商業、大滝正義監督39歳率いる清水商業が果たして2回戦船橋市立船橋高校とどんな結果になるか、注目のキックオフは間もなくでやります。右にエンドを取りました白いユニフォームが清水市立商業高等学校、2年ぶり6回目の出場、この選手権は2度制覇しております。青いユニフォームの市立船橋高校、今そのキックオフで始まりました。市立船橋高校のキックオフ、左から右に攻めてまいります青いユニフォーム、白いユニフォーム、まあ、普段はこのブルーがメインのユニフォームなんですが、今日はブルー同士ということで市立船橋高校が青いユニフォーム、そして白が清水商業です。清水市立商業高等学校、この清水商業はなんといってもこの七海、それから10番の山田、そして5番の大岩、この3人がユース代表です。まあ、ユースの選手を多く送り出しているチームを日本協会が推薦いたしました。その1校がこの清水商業です。画面で今捉えましたその3選手、さあその清水商業が市立船橋陣内でゲームを展開しております。5番の大岩、力強いプレーです。大岩上がっていった、これチャンスになるか。さあ右に展開した清水商業、大岩引く、さあ12番川口シュート、ヘディング、フリーになった、どうか、シュートは外れました。宮原が完全にフリーでしたね、フリーでしたね、はい、ちょっと、はい、もうディフェンス立ち上がり1分、山田です。これがキャプテン10番の山田、失礼しました、12番の川口がキャプテン、この10番はオリンピックの代表候補山田、ユースの代表選手でもあります。梅原、この立ち上がりですね、マルコスさん、はい、相手のディフェンスがこうきっちりマークをしていないときにいきなり揺さぶりをかけてきましたね。そうですね、はい、みんなで声かけ合ってやってもらいたいですね、バックは、はいはい。さあ市立船橋が今度はチャンス、シュート、これはゴールラインを割ってゴールキック、ゴールキックに変わります。コーナーですね、まあ、コーナーになりましたね。今16番の鈴木純1年生がシュートを放ちました。さあ1本目のコーナーキック、市立船橋高校1本目のコーナーキック、ゴールの目の前には11番の関根が待っております。果たして誰に合わせるか、こういったプレーの時は誰に合わせることが多いですか。ですね、バックの高田じゃないですかね、高田も上がってきましたから、ね、はい、4番の高田、さあどうか、ニアで合わせようとしましたが合いません。今度は市立船橋高校がピンチ、清水商業チャンス、10番の山田ボールあっと持てません。昨日ちょっと左のももの辺りを痛めました。昨日は佐賀学園6対0と勝ちました。シュートを相手に1本も打たせませんでした。青いユニフォーム10番は
キャプテンの永田、この永田の活躍が市立船橋の得点源。そうですね、はい、永田とやっぱり清水君じゃないですかね。なるほど、うん、清水君がやっぱりボール持った時は必ずなんかチャンスが増えますからね。周りに選手が集まってきても何かやってくれるんじゃないかっていうふうに動いてますからね、はい、清水船橋。七海、このパスは通しません。それから市立船橋では7番の水島、そして9番の脇田、10番の永田、11番関根、こういったところが得点に絡んでまいります。昨日は永田君と水島君がボール持ってた時はもう積極的にもうペナルティーの中まで入ってきましたからね。そうですね、まもなく開始4分になろうとしております。今4分経過、清水商業がボールを持ちました。鈴木、ポイントはインターセプト。さあ市立船橋、早い攻撃を仕掛けたいところ。11番の関根、関根がドリブルで上がる、2人つく、関根がまだ持っている、中央に折り返した、おっとこれミスキックだ。7番の水島、そしてセンタリングは入りません。この辺を簡単に上げさせるようなディフェンスじゃありませんね、清水商業は。硬いですね、落ち着いてますね、はい、決して慌てません、はい、3番の西ヶ谷、白いユニフォームが清水商業、立ち上がりまもなく5分になろうとしております。観衆は1万5000人と発表されました。千葉県総合運動場、低いボールを上げた。まだ市立船橋ボールをキープ、ミドルシュートを打ちましたがこれは弱い、キーパー正面でした。さてそれではここでスターティングイレブンをご紹介してまいります。まず市立船橋高校です。ゴールキーパーが八木沼、昨日は再三いいプレーを見せました。ディフェンダーは3番の金子、4番が高田、そして6番清水です。13番水野は1年生ですがいい守りをしています。そして16番の鈴木純は宇野監督が推奨する1年生、非常にボールタッチの柔らかい選手です。7番の水島、8番和田、そしてフォワードは3人、9番の脇田、10番の永田はキャプテン、そして11番が関根。これが市立船橋高校のスターティングメンバー。一方の清水市立商業高校、清水商業のメンバーです。ゴールキーパーが1番の大石、そしてディフェンダーが望月近幸、望月生は2人います。そして3番が西ヶ谷、4番薩川、なかなか堂々たる体格の薩川、そして5番の大岩、大岩はもう名前のようにがっちりとしております。ゴールを守ります。そして6番の望月重義、これはミッドフィールダー、そして7番七海、ユース代表、15番の鈴木博一、フォワードが3人、9番の梅原、小さいですが運動量があります。そして10番の山田、日本の高校界きってのエースストライカー、そして12番が川口です、キャプテン。これがスターティングイレブン、清水市立商業高校、両チームのスターティングメンバーをご覧いただきました。清水商業陣内でゲームを展開する市立船橋高校、スローインは6番の清水、ロングスローがあります。さあ誰に合わせるか、キーパー出た、キーパーダイレクトキャッチ、大石なかなかいいプレーを見せました、ゴールキーパーの大石。清水商業が今度は逆襲です。おっとちょっとディフェンスが薄いぞ、さあチャンスだ、チャンスだ、走り込んでいった12番の川口にボールが出ればチャンスだがどうか、その裏よく守ります、市立船橋、キーパー飛び出している、チャンスだ、クリアしました、市立船橋がかろうじてクリアしました。そうですね、バックがちょっと崩れてましたね、あの高田君がロングスローで上がってますから、そうですね、その分ちょっと、はい、あの遅れて戻ってきてますので、あ、なるほど、ちょっとずれてますね、はい、7番の七海、七海君は布監督が、市立船橋の布監督がやっぱり言ってましたね、この七海君にボールは持たせちゃダメだっていうこと言ってましたね、はい、そうですか、はい、その七海がゴールの目の前、キーパーの目の前に行きました。ゴールを守る八木沼、高いボールには
自信がある八木沼、さあ低いボールだ。清水商業がボールをつなぐ。市立船橋陣内、白いユニフォームの清水商業、ちょっと倒れました。山田、10番の山田、長い縦一本のパス、これはゴールキーパーにバックパス。4番の薩川、3番の西谷、キーパーの大石から望月千佳之。この辺は立ち上がりそれぞれディフェンス陣で呼吸を整えようというパスワークのように思えます。それでは立ち上がりの表情なんですが、ちょっと聞いてみたいと思います。市立船橋高校のベンチサイドには千葉テレビの石井アナウンサーがつけておりますが、石井さん、はい、大一番を迎えております。一昨年の決勝戦がまあ再現ということなんですが、はい、布野監督は冷静に今年のチーム戦力を分析すると、ちょっとやはり力の差があるんじゃないかということをおっしゃってましたが、はい、今日はマークする選手をきっちりマークし、うちのサッカーをするだけです。そしてそれがどれだけ通じるか頑張りたい、トータルサッカー全員攻撃全員守備で頑張るというふうにおっしゃっておりました。はい、やはり2年前の決勝戦を思い出す、あの負けた悔しさをここで一気に晴らそうじゃないかというのが船橋市立船橋高校の意気込みであります。その船橋高校がボールを取りました。インターセプト、攻め上がろうというところですが、中盤のチェックが非常に激しいこの試合。さて一方の清水商業の方、清水市立商業ベンチサイドには静岡第一テレビの田辺アナウンサーが行っておりますが、田辺さん、はい、昨日清水商業を大勝した後ですんでね、ちょっと、はい、今日選手の表情心配だったんですけども、平常心ということだったんですね、うん、その監督送り出す前にですね、大谷監督はとにかくスペースがあればプレスプレス、相手に仕事をさせないんだと、でこぼれたところを球を狙っていけ、そして最後はこういう風にゴールゴールだと結びつけろというふうに葉っぱをかけるようにして送り出しました、はい、それからポイント数で負けて白のユニフォームになったことに対しましてね、選手の一人5番の大岩なんかはですね、はい、まあ、昨年から全然このユニフォーム着てないんだけれども、弦の良し足は関係ないというふうに言ってました。キャプテンの山田、まあ、リラックスしてますよとは言ってましたけど、いい意味で緊張感がある出場です、はい、これは田辺さん、はい、山田がキャプテンでいいんですね。そうです、はい、さあ市立船橋チャンスか、あっとこれはオフサイド、オフサイドです。永田がオフサイドポジションだったのか、今永田がフリーでしたね、はい、永田がボール持つとやっぱりいいセンタリング、あるいはもうシュートまで持っていけますからね。そうですね、これはまあ、今の時点でちょっとマルコスさんに予想していただきますが、スコアはどのぐらいで終わりそうですか、このゲーム。そうですね、やっぱりもう自分チームが作って点を取りに行くよりもやっぱりミスった方が点になるんじゃないですかね。なるほど、あるいはまあ七海のそのスルーパスが攻撃が点に結びつくんじゃないですか、はい、素晴らしいパス出しますからね。そうですね、はい、ですからもしこれ清水商業が先取点を取りますと大差のゲームになる可能性もあると。そうですね、はい、市立船橋が先取点を取るようですと、これはもつれて非常に面白い試合です。面白いですね、はい、こう見ていいでしょうかね、はい、しかしこの市船のイレブンの表情を見てましても、硬さというのはあまりありませんね、はい、この7番の水島にしても ね、はい、笑顔が出てます。さっきウォーミングアップでもみんなに会ってきたんですけど、はい、やっぱりみんなやっぱり国体で1回も清水商業の選手たちとやってますから、はい、なんかもう慣れてるから大丈夫だって言ってましたけどね、はい、まあ、手の内というのはある程度分かっている、まあ、相手の怖さが分かっていれば分かっているほどまた戦いというのも大変ですからね。ありますね、この辺はちょっと譲り合ってしまいました。これがキャプテンの永田、左に展開、8番の和田、さあ永田、そして関根がゴール前に詰めています。ここにセンタリングが簡単に上がるようであればいいんですが、なかなか、おっと上がった、どうだ、さあどうだ、いいですね、水島、ダメです、シュートは打てません。7番の水島は全くフリーでしたが、 OK OK というのは布野監督の声。クロスボール、いいボールが上がりましたね、今、はい、惜しかったですね、水島君、はい、そこでトラップして、これは和田ですね、上げたのはね、和田が上げて水島がトラップミスですね、はい、この人が水島、
ングでボールを前線に送ります。さあ今度は清水商業の攻め、優勝候補の筆頭山田、山田がボールを持った、速い速いぞ山田は、速いさあここだ、折り返せない、コーナーキックです。やはりボールを持ってからのスピードというのは本当に速いですね。もう記録量化も日本一じゃないですかね。やっぱりさすがですね、はい、持った時から、はい、そこからのスピードがもう瞬発力がありますからね、はい、ゴール前には12番の川口、そして3番の西ヶ谷、ディフェンダーの選手も詰めております。果たして誰に合わせるか、2本目のコーナー、このコーナーキックのボールを最初に触れたのは市立船橋の選手でした。すでに14分になろうとしております。立ち上がり得点がありません。両チーム0対0。西ヶ谷ミスキック右に展開したぞ。さあどうか、中央では川口、そして七海も待っている。非常に鋭い、えぐるような攻撃です。またコーナーキック3本目、再三にわたる清水商業の攻め。これは5番の大岩、山田の要、はい、山田の方からどんどん攻めてますね。そうですね、右サイドからね、はい、七海が蹴ります。八木沼、合いません。大岩、放送席今井さん、はい、昨日あれだけ取った清水商業高校、得点の中で山田と鈴木だけが取ってないんですよ。だから今日、ね、試合前はですね、何としても入れたい、特にこの2人は、ね、強く語っていました。まだちょっとあれそうもないですね。そうですね、市立船橋もやはり集中力がかなり、関根がドリブルで持って、さあどうか、10番の永田、永田シュート、左足、もう1回シュート、ディフェンダーに当たったが、コーナーキック、永田の左足のシュート、いけるいけるという宇野監督の声。ペナルティの中でやっぱり強いですね、1対1は。すごい。しかしこのシュートのコースにすぐに選手が入ってきますね。カバーリングがもう行きましたね、はい、よくカットしました、はい、7番の満島、ボールをプレースしました。コーナーキック9番の脇田に合わせるか、4番の高田も上がってきている。高田がニアに走っていった、合いません。お互いにコーナーキックのチャンスは生かしきれません。さあ清水商業、ここでパスをカットされた。ディフェンス2人3人の守り、やはり永田を十分に警戒してますね、清水商業。七海が右に抱いた。さあここからぐーっと足が引っかかった、倒れ込んだ山田、山田君ですね、はい、ちょっと左の太ももが痛々しいですね。まあ、この人はあの慢性的なその肉離れというんでしょうか、非常に長いですね、ベストの状態でなかなかゲームに臨むことはできません。まあ、それだけ上手ければ上手い選手ほどマークがきついということも言えますので、怪我は本当に注意しなくてはいけません。市立船橋 のハーフあたりはもうマークがきついですね。もう当たりも激しいですし、はい、そうですね、絶対前向かせないっていうことですね。市立船橋4番の高田が向こう側のタッチラインに逃れました。これが高田、守りに入ります。選
ッターリングの後逆サイドがいつもフリーですね。前半の18分を経過しまして両チームとも得点がありません。市立船橋高校と清水市立商業高校、2年前この高校サッカー選手権大会冬の選手権決勝戦で当たりました。その時は1対0、清水市立商業高校が優勝を飾りました。準優勝に涙した市立船橋高校がその雪辱に燃えている今日の一戦、69回目のこの大会冬の選手権で、まあ、惜しいことに2回戦で当たってしまったという、まあ、くじ運がいいのか悪いのか、千葉勢にとっては非常に分の悪い静岡勢との対戦となりました。しかし前半18分両チームとも得点がありません。左にエンドを取りました市立船橋高校、青いユニフォーム、そして白いユニフォーム、右にエンドを取ったのが清水商業。その清水商業の再三の攻め、しかしながら市立船橋もチャンスはありました。両チームともお互いにゴールを割ることができません。解説は渋谷教育学園幕張高校監督の宗像マルコス望さんにお願いしております。さあチャンスです、七海。このシュートはちょっと右の方に切れていきました。10番の永田が持ちました。永田が持てばチャンスになる市立船橋。マルコスさん、ここまでどうですか、五分と五分と見ていいですか。そうですね、いや清水商業は、右からやっぱり山田を使ってのセンターリングですね、はい、で逆サイドに必ずフリーでいますので、あそこから点が入るんじゃないですかね。なるほど、市立船橋はもうそのセンターリング、その逆サイドをよくマークしていかないと。2つつきましたね、山田君に、はい、さあ山田が上げるぞ、コーナーキックです。4本目のコーナーキック、これがユース代表の山田、汗を拭います。現在気温が11度、東北東の風が3メートル、1万5000人の観衆を飲み込んだ千葉県総合運動場、2回戦の好カード、清水商業と市立船橋、4本目のコーナーキック。さあ高いボールだ、大岩が上がってきましたね。そうですね、はい、これが大岩です、5番の大岩。さてそれではここでメンバーをご紹介いたしましょう。市立船橋高校のスターティングイレブンです。ゴールキーパーは八木沼、非常に高いボールに自信がある八木沼。ディフェンダーは3番の金子、4番高田、そして6番が清水です。4番の高田はセットプレーの時に上がってまいります。13番の水野は1年生、16番の鈴木も1年です。そして7番水島、チャンスメーカー、ゲームメーカー、そして8番和田、フォワードの3人は9番の脇田、10番の永田キャプテン、そして11番の関根。この10番の永田がボールをキープした時にチャンスが生まれてきます。市立船橋高校です。そして一方の清水市立商業高等学校、清水商業ゴールキーパーが大石、そしてディフェンダーが2番の望月親之3年生、3番西ヶ谷、4番の札川、5番が大岩。大岩もセットプレーの時にゴールの前まで来ます。そして6番が望月重義2年生、7番の七海はユース代表3年生、15番の鈴木博一2年生、そしてフォワードは9番の梅原健太郎3年、10番の山田隆弘ユース代表です。そして12番の川口、両チームのスターティングイレブンをご紹介しました。昨日と全く同じオーダーを組んでまいりました。昨日は清水商業が佐賀学園に6対0と快勝しました。佐賀学園にシュートを1本も打たせないという、シュートの本数の比較で言えば28本対0という圧倒的な強さを見せました清水商業です。しかし高校生の場合はそういう対勝した後のゲームというのは、不振に陥ることが多くてなかなか点が取れないという、あまりいいゲームをしない傾向にあるんですが、その辺をやはり大滝監督も心配しているようです。
これが大岩です。5番。一方の市立船橋高校は高松商業に2対0と快勝してこの2回戦に駒を進めてまいりました。青いユニフォームが千葉県の代表市立船橋高校、白いユニフォームは日本サッカー協会推薦清水市立商業高校。ちょうどこの冬の選手権の県予選の時期がワールドユース大会のアジア予選と重なりました。ユースに有力な選手を送り込んでいるチームは日本サッカー協会が推薦いたしました。その推薦校の一つ清水商業、それから他では国見、武南、習志野、こういったところが推薦されております。それではここまで、まあ、ほとんど五分と五分という対決ではありますが、ベンチサイドもう前半の半ばを過ぎておりますが、千葉テレビの石井さんいかがですか。はい、大一番を迎えました。おととしの決勝戦再現ということなんですが、市船の布監督なんですが、冷静に戦力を分析すると力の差はあるということなんですが、イレブンに対しましてはこういった力のあるチームには基本に忠実にいかなくてはいけない、基本に耐えるということをしなくてはいけないということで、ゾーンを開けない、マークする選手はしっかりマーク、攻めはパス&ゴー、フォローをしっかりということを言っておりました。そして前半1対0でも2対0でも変わらない、下を向かないでサッカーをやろうということでイレブンを送り出しております。まずまずのゲームが展開できていると思われます。以上です。そうですね、はい。市立船橋高校のベンチサイドは CTC 千葉テレビの石井アナウンサーでした。さて一方の清水市立商業、清水商業のベンチサイドは静岡第一テレビの田辺アナウンサーが言っておりますが、田辺さん、はい、強い動きで大滝監督を送り出した、まあ、試合前だったんですけど、今はもうそれとは対照的にがっちりと腕にして局面を守っています。でその脇にリザーブの選手たちは今ベンチにはいませんので、体を動かしながらこの局面を見てますね。あ、そうですね。でトレーナー関係の方の話聞きますとね、はい、今あの左右のウィングが走ってますので、本来の清水商業の攻めはできてるんじゃないかということなんですね。まあ、守りは、まあ、これといってまだ攻め込まれて2、3ありましたけれども、持ちこたえているし、まあ、これからですよという話でした。それで一昨年優勝した時の特別コーチだったエスピノーザさんがですね、はい、今トヨタのコーチをされてますが、ベンチの後ろの方でこの状況を今見守ってます。大滝監督の隣にいるのが現在のコーチのカルロスさん。このカルロスコーチとは、マルコスさんは非常に親しいということを伺ってますかね。はい、そうですね。やっぱり同じブラジル人でよく電話し合って、お互いに情報を交換してますね。ああ、そうですか。今のセンタリングを上げたのは山田。しかしこれはゴールラインを割っております。この大滝監督が右側、左側がカルロスコーチです。サントスフットボールクラブにでコーチをなさってたようですね。はい、そうですね。6番の望月重義でしょうか、ちょっと倒れてますね。マルコスさん、こうして膝とかね、ももにテーピングしてますよね、はい、こういう選手が比較的日本では多いんですが、そうですね、その辺はどうご覧になってますか。ちょっとブラジルではそういうのはめったにないことですからね、テーピングまでして試合には出しませんですからね、そこら辺はやっぱりまあこっちのやっぱりまあ試合のスケジュールじゃないですかね。もうずっと1日おきに、あるいはもう毎日試合やってますから、こういう大会にはもうそうやってテーピングしてやっぱりベストメンバーで行きたいんじゃないですかね、監督さん。なるほどね。まあ、そのスケジュールの問題というのも当然あるでしょうね。はい、そうですね。大岩がちょっと足を引きずる仕草を見せてちょっと痛々しい感じですが、ここでまたホイッスルです。市立船橋に反則がありました。さて応援席、まあ、1万5000人入っているわけですが、バックスタンドには、船橋市立船橋高校の応援席 KNB 北日本放送の港アナウンサーが行っておりますが、港さん、はい、今日は千葉のチームが2つ出るということで、はい、2試合目のこの市船の応援席にも千葉県の人がたくさん残っていましてね、はい、市船の応援団最初入りきれなくて滑るのに大変だったんですよ。でチームカラーが青ということもありまして、皆さん青いメガホンやあと小さな小旗を持っているんですけども、これには和を持って技を制すというふうに書いてあるんですがね、この旗を持って市船のみんな結構皆さん自由に来たということで、これだけの人数ですから、詳しくはちょっと人数把握できなかったんですが、もう何百人いるかちょっと分かりません。そしてその他アスケートの方もいらっしゃいますし、もうきちんと一昨年の決勝の再現という気持ちが相当強いんですよね。で何が何でも今回は勝ってほしいという気持ちで力いっぱい応援しています。
やはり応援席でもその静岡勢に対する雪辱感というのがあるんですね。今日は絶対勝つぞというね、かなり熱のこもった応援が続いております。さあ山田、これはコーナーだ。山田の突進です。非常にスピードあふれるドリブル、そしてシュート。さっきの応援のことなんですけど、長田君も一船のキャプテンも言ってましたね。とにかく大物を倒したいって言ってましたね。はい、さっき聞きました。応援もその気持ちでいるんじゃないですかね、はい、低いボールです。さあシュート、山田。どうしてもこの選手が攻撃の要。もう一つコーナーキックです。6本目、もうすでに前半29分になろうというところで6本目のコーナーキックを得ております。まあ、サッカーでは普通4本に1点は取れるという計算をよくするんですが、もう6本目。しかし0対0、両チームとも得点がありません。よく守ってますね。はい、さて清水商業の応援席は沖縄テレビの中安アナウンサーが言ってますが、中安さん、はい、こちらもよく入っています。こちらはですね、今日は学校の生徒さんバス5台で250人がやってきました、はい、その他に父母の会が100人、講演会が100人、それから梅原君や大岩君の個人的な講演会が50人ぐらいずつ、それから、OB の皆さん関係者もうちょっと数えられませんね、500から600人は来ているんじゃないでしょうか、はい、今井さん、この応援の方はですね、すでにこの大会の予定が決まっています。昨日が初日バス3台でした。今日がバス5台、はい、で明日はですねバス8台の予定、1日置いてバス10台、はい、7日もバス10台、はい、そして決勝戦は全校応援バス20台と、きっちりとスケジュールが組まれています。そうですか。もうすでに決まってるというのがね、清水商業らしいところでしょう。応援団はもう8日の決勝戦を睨んでの応援体制ということです。日本サッカー協会推薦の清水市立商業高校、応援席は沖縄テレビの中安アナウンサーでした。さあ前半30分経過、試合前半残りが10分を切りました。両チームとも0対0、得点がありません。白いユニフォームの清水商業、縦へボールを入れますがなかなか自由にプレーできません。中盤6番の望月がボールをクロスに出しましたが、これはちょっと膝、もものところに3番金子のもものところにこれ山田と接触したんですね。そうですね、山田がトラップするところに当たりましたね。はい、布野監督が今飛び出していきました。相当これは痛そうですね。3番の金子、今日は主審が戸川さん、前審が梅本さんと野原さんですが、ちょっと痛そうです。右のももに当たりました、布野監督30歳。さあ清水商業の攻め、順番の川口、川口シュート、どうか。12番の川口のシュート、前半の31分、縦への鋭い、うまいですね、はい、ここからシュート振り向いて、これはテクニック的には非常に高いレベルなんでしょうね。こういうプレーはね、もうトラップしながらも前向きましたからね、はい、一人かわしてもうシュートの体勢に入ってますからね。ですからいろんな要素を一遍にやらなきゃいけないわけでしょ。選手にかかるストレスとか、そういうものは大変だと思いますが、それを見事にこなしています清水商業。鈴木、望月、重吉、七海、この辺はパスをつないでいきます大岩。しかしここでインターセプト。さあここから市立船橋がどう展開するか。福島からボールが出た、これはタッチを割っていない、中央に入れる、関根が入れて長田がダメだ。今度は清水商業の逆襲です。川口にボールが出た、そして外に開いて山田、山田がセンタリングするか、シュートにするか、シュートに行くぞ山田、シュート、折り返した。まだボールは生きています。7番の七海、市立船橋が落ち着いて守ります。10番の永田、永田がボールをキープ、向こう側のタッチラインを割りました。
ぱり山田がボール持つときはチャンスですね。もう必ず抜きますね。望月近幸、やはり10番の山田にはボールを持たせてはいけませんね。石津倉橋はね、また必ず山田にボールが行きますからね。分かってもマークされてても行きますからね、うん、そこら辺はやっぱり上手いですよね。キャプテンマークをつけた10番の山田、はい、山田貴弘、あの2年前の石津船橋との決勝戦では1年生で決勝点を挙げた、はい、点取りましたね、1対0で石津船橋を退けました清水商業。その時の決勝のゴールをマークしたのがこの10番の山田。山田も2年間という歳月でだいぶこのヘアスタイルも変わりましたし、顔の表情なんかもこの幼さが消えてきましたね。10番の山田、市立船橋スローイン、ロングスロー、これはチャンスになるか。白いユニフォームが一三一列になりました。2人ついている、藤島に2人のマーク。石ヶ谷、大岩、こういったところがマークしておりますが、ロングスローでも高田君が上がってますね。ああ、そうですね、はい、4番の高田がゴール前に詰めています。6番の清水がロングスロー。さあ誰に合わせか、一旦ニアで合わせてコーナーキックを取りました。ちょっと市立船橋が押しています。0対0、前半のまもなく35分になろうというところ。前半3本目のコーナーキック、右サイドからのコーナー、7番の水島が蹴るようです。ゴール前、ゴールの中には11番関根がいます。さあどうか、ヘディングシュート、もう一回シュート、おっとこれも防いだ。よく防ぎましたね。よく守りました、はい、見事なディフェンス。9番の脇田の鋭いシュートにも体張ってカットしましたね。全く動じませんでしたね。まずヘディングで1回、ね、それから今度左足のシュート、これも斜めですね、はい、いやすごい守り、市立船橋高校の猛攻。しかしよく守りました清水商業。0対0、前半の35分を経過しました。両チームとも得点ありません。いい試合を展開しています。7番の七海、5番の大岩、向こうに開きました。望月、そして山田、10番のキャプテン山田、クロスボール入れた、どうか、キーパーキャッチ、ヤギルマキャッチ。いやあ、っという間にゴール前まで行きますね、マルコスさん。やっぱり早いですね。目が離せませんね、このゲームは。非常にレベルの高い、高校生としてはもう最高レベルのゲームをしてますね。そうですね。福島。放送席、今井さん。はい。日吉をベンチサイドですけどね。はい。エスピノーザさん、ちょっと聞きましたらね。はいはい。日吉がまあ一回攻め込まれた時に、若干相手のチームの選手たちを不利にするそういう局面があるんで、これは怖いぞということを言ってました。左右に大きく振られるサッカーってのは清水は嫌いなんですよね。なるほど。ですからその弱いところをマルコさん、市船がよく突いてますね。そうですね。これは宇野監督の作戦でしょう。そうですね。10番の永田が持った。さあこちらサイドから誰が走っていくか。ここでボールをまだキープしている13番の水野がこちらサイドで待ってますが、その水野には出ません。しかしまだ市船がチャンス。後ろから押しましたか。宇野監督もよく研究してますね。そうですね。一番嫌うことをやってますからね。16番の鈴木純、1年生。これが6番の望月重義、2年生。一旦キーパーの八木沼にバックパス。市立船橋高校0対0、両者譲りません。まだゴールを割ることができない両チーム、手に汗握る2回戦屈指の好カード。さあ市船に、これはオブストラクションでしょうか、はい、今
足上げましたね、はい、関節ですね、関節フリーキックを取りました曽川さん、レフェリーの曽川さん。38分を経過、前半の残り2分です。フリーキックあるいはコーナーキックでやっぱりセットプレーやっぱり一律船橋は強いですからね。そうですね、セットプレーからの得点、はい、4番の高田もゴールの右45度いつでも飛び出せる体勢、うん、直接行った、あいいシュートですね。これはキーパーパンチングで逃れました。キーパーもよく止めましたね。素晴らしいプレーです。内も打ったり永田、そしてゴールキーパー大石3年生、よくディフェンスに声をかけて組織的な守り、全くそのゴールを終わらせないこのディフェンスというのは大変鍛えられてますね、一律清水商業はね。はい、カルロスコーチにさっき聞きましたら、はい、このゾーンディフェンスでマークして、いや僕はもう今まで日本で一番いいゾーンディフェンスじゃないかって言ったんですけど、はい、いやまだ 100% はまだまだだって言ってましたけどね、もうすごいもうカバーリングとかもしっかりできてますからね。そうですね、はい、オフサイドの旗が上がりました。やはりこのオフサイドトラップにも随分清水商業が引っかかってますね。引っかかってますね、この辺もやはり作戦の一つ、戦術の一つ。前半ノータイムという声が聞こえました。手元の時計であと前半の残り時間は10秒、39分、まもなく40分になろうというところ。前半0対0、白いユニフォームの清水商業、青いユニフォームが市立船橋、両チームともがっちり四つに組んで0対0、相撲で言えば横綱相撲。さあここで前半最後のチャンスになるか、清水商業、山田ドリブル、フェイント、山田中央に、あっとここでコーナーキックを得ました、うん、ここで前半終了のホイッスルです。コーナーキックを得たところで前半終了、前半40分を戦いました両チーム、得点両チームともありません、0対0。この放送は民間放送45社の共同制作で千葉県総合運動場からお送りしております。前半の40分を戦いました両チーム、得点はありませんが、その得点になりそうなシーンをここで VTR で振り返ってみたいと思います。これが清水商業のシュート、これで1点かと思わせるような非常に素晴らしい川口のシュートでした。それから35分に見せました市立船橋高校のヘディングから、今度はもう1回左足のシュート、これは攻撃もいいんですが、守りの方も光ったというプレーでした。高校生にしては非常に素晴らしいプレーです。この後コマーシャルを挟みまして、応援席のリポートをお伝えすることになっております。この放送は民間放送45社の共同制作で千葉県総合運動場からお送りしています。さて早速応援席を呼んでみたいと思いますが、市立船橋高校の応援席は KNB 北日本放送の港アナウンサーです。港さん。はい、市船の応援席ですが、こちらの方にキャプテンの永田君のお父さんに来ていただきました。どうもありがとうございます。結構永田君はチームの中でも大黒柱として重要な位置を占めてるみたいですね。まあそういうふうに、ね、おっしゃっていただいてるんですけど、本当にやってくれてるのかどうかは親の方にはちっとも伝わってこないんで、まあおそらくでもキャプテンとしてチームをまとめていってくれてるんだろうなという、まあ、親は期待はしてるんですけどね。やり始めたのがなんか小学4年生の時にあまりやる気じゃなかったというふうに聞きましたけど、まあ、当時の小学校の監督さんに、ぜひやってみないかとお勧められたのが4年生の確か終わりの頃だったと思うんですけど、それからまあ入れていただいて5年6年とサッカーの面白さが分かってきたということじゃないかと思います。今は実はサッカーしてる方が生き生きとしてるんじゃないですか。生き生きとして、全然もう家では感じられないぐらい生き生きとしてやってます。今日はしっかりと応援してください、ね、ぜひ後半頑張ってもらいたいと思います。
ということで永田君のお父さんでした。はい、港アナウンサーがインタビューしました。さて一方の清水市立商業高校ですが、清水商業の応援席は沖縄テレビの中安アナウンサーです。中安さん、はい、こちらは青内校長先生に来ていただきました。こんにちは。校長先生は去年の4月に清水商業に赴任なさいまして、はい、いきなりインターハイを制して、それからユース大会を制して、そして初めてこの選手権に乗り込んできたわけですが、いかがですか昨日今日この選手権の雰囲気というのは。そうですね、素晴らしい雰囲気だと思います。まあ昨日おかげさまでなんとか6対0で勝たせていただきましたが、今日はまた緊迫した迫力のあるいい試合をやってますね。しかしいい学校に赴任しましたね。はあ、おかげさまで大変スポーツの盛んな、しかも学校も活気あふれる、中にも落ち着きのある学校で喜んでます。はい、ちょっとね、前半は拮抗してましたが、後半なんとか行ってほしいですね。まあ今朝ほど選手に激励したんですけども、ぜひ一戦必勝を期し、それから集中力を発揮して一周入魂の気迫で臨むと激励したところなんですけどね。はい、こちらも気迫がこもっております。以上です。はい、校長先生も大変幸せそうな表情がよく伝わってまいりました。まあ、こうしてテレビに出演することもできると、いい学校に赴任したなということを実感していらっしゃるかもしれませんが、マルコスさんね、はい、これだけのタレントを持ちながらね、はい、日本はなんでそのワールドカップを含めてですね、国際試合でなかなか活躍できないと、はい、この辺が大きな疑問なんですがね、ブラジル生活の長いマルコスさんにとってはどんな風に映りますか。はい、そうですね、この高校生でやっぱり試合が多いんじゃないですかね、日本は。うん、試合数がね、はい、試合数がもう大会はもう終わったと思ったらもうすぐ次の大会がありますからね。やっぱり練習の量、あるいはまあ練習の量ってやっぱりまあ試合があるからあれだけ練習するんじゃないですかね。そこで出し切っちゃってこの後伸びてほしいですね。そうですね、はい、ですからせっかくいい素材がこれだけいるわけですからね、はい、本当に楽しみなんですが、はい、そのワールドユース大会のアジア予選でも惜しくも敗れたと。そうですね、はい、もう高校生ではこのクラスでやっぱり世界でもトップじゃないですかね。そう思いますね、はい、さて後半に向けて両チームが出てまいりました。エンドが変わります。左にエンドを取るのが清水商業、一方右にエンドを取るブルーのユニフォームが市立船橋。10番の山田が一番最後にグラウンドに入ってまいりました。まもなく後半のキックオフです。こちらが市立船橋高校、0対0、後半の40分を戦って決着がつくのか。0対0のままですと3回戦へ進むのに PK 合戦という非常に過酷な規定がありますので、今場内アナウンスで伝えられましたが、9番の梅原に代わって11番の沖津が入ったとアナウンスされました。清水商業後半の頭から11番の沖津が1年生ながら起用されました。まあ、やはりこの選手交代というのは今後半のキックオフされましたけれど、やはりこう膠着状態を打開しようじゃないかという一つの手でしょうね。そうですね、はい、沖津君は1年生で試合入るたびやっぱり点取ってますからね。あ、そうですね、ラッキーボーイって言われてますからね、で梅原君はファウルです。梅原君はやっぱりもうちょっと今左の方でプレーをもっとボール頼んでボールプレーをやってもらいたかったんですけど、ほとんど全部山田の方に行きましたからね。したがって山田をマークすれば市船としては守りやすかったということで ね、はい、その辺でチャンスが膨らんでいかなかったという状況がありました。これが10番の永田、市立船橋のキャプテン。一方清水商業のキャプテンは10番の山田。やはり10番同士、この10番の対決と言ってもいいかもしれません。放送席今井さん、はい、ハーフタイムのベンチの指示を伝えます、はい、市船です。ちょっとチャンスですか、はい、キーパー八木沼出た、
八木沼キャッチ。はい、じゃあ伝えます。はい、前半40分あってできすぎです、ここまで選手がやってくれるわと、くれるとはとおっしゃっておりました、うん、ベンチの中の表情も大変に明るく、選手がお互い同士声を出し合って、チェックをしておりました。形は悪くない、相手のゾーンも潰しているということです、野呂監督。さて後半なんですが、相手がどう変わってきても焦んな、基本通りにやれ、守備は基本通り、攻撃も今まで通りのカウンター、フォローを早くということをおっしゃっておりました。とにかくこの試合と延長がありませんので、あとは気持ちの問題、集中していけ、点は絶対に入ると言って送りいたしました。以上です。はい、ハーフタイムの模様を石井アナウンサーが伝えてくれました。さあ7番の水島がドリブルで上がっていきました。清水商業陣内に攻め込んでいった市立船橋高校ブルーのユニフォーム、これが水島。高田を呼んだ、そして関根を呼んだ、この2人がロングスローにヘディングで合わせようというところ。6番の清水がロングスロー、さあ4番の高田が、キーパーキャッチ、キーパーも呼んでいます大石。放送席、はい、清水商業高校のベンチサイドですが、ハーフタイムロッカールームに引き上げてくるとき、キャプテンの山田がですね、右腕を痛そうに顔をしかめてきたのが印象的だったんですよ。でその山田に2人、そして七海に2人ついているんだから、はい、大滝監督としてはまさにその左からの逆に不利にできる選手がいると、そこで5番のサイドバックの大岩、お前がねちょっと運動量が減ってるから、まさにそこがいけないんだってことを指摘しました。でそのために左サイド梅原変えて川口を入れたと、失礼しました、オフィスを入れたと、ですからもう左から切っていくと、これが後半の清水商業のパターンだと思います。なるほどね、はい、やはりマルコスさん、はい、放送席の読みと同じですね。あ、そうです、さすがにね、はい、田辺アナウンサーのリポートでしたが、やはりそれぞれのハーフタイムの過ごし方がありますが、こういう試合ですとやはり清水商業の方がムードとしてはあまり良くありませんね。そうですね、思い通りにあんまりパスがつないでませんよね、もう縦がちょっと早いですね、はい、もうちょっとハーフで崩して確実にペナルティーで中入るっていう形が一番いいんじゃないですかね。これが後半の頭から出場しました沖津1年生、ブルーのユニフォーム和田。さあ関根、通らない。この辺の中盤のチェックが非常に激しい両チーム、ブルーのユニフォームが市立船橋高校です。さてその後半のメンバーですが、市立船橋高校は前半と変わりがありません。ゴールキーパーが八木沼、それから金子、高田、清水、水野、鈴木純、水島、和田、9番が脇田、10番がキャプテンの永田、そして11番が関根です。市立船橋高校は前半とメンバーの変更はありません。さあ清水商業がここでフリーキックのチャンスです。こういうセットプレーは要注意です。さあ川口が突っ込んだ、しかし大きくクリアしました、市立船橋高校。それではその清水商業の後半のメンバーですが、こちらは変更があります。変わったのは11番の沖津が入りました。そして9番の梅原が退いております。ゴールキーパー大石、それから望月、近行、志賀谷、札川、大岩、大岩の運動量が少ないという指摘がありました。そして6番の望月重義、7番七海、15番の鈴木、11番の沖津が後半から入りました。10番山田、12番の川口、左からの今攻め上がろうというところでちょっと選手が倒れております。やはりあの左から展開しよう、まあ、フリーキックもあったんですが、左からの展開と、担架が用意されましたね。1人変えちゃいましたから、これ2人目の交代ということになってしまうのかどうか、非常に厳しいこの先の試合展開です。これ担架が入るってことは ね、マルコスさん、かなり重いでしょ、怪我としてはね。そうですね、歩けない、外に出るぐらい、歩けないぐらいみたいな、ね、ですね、斜めですね。これは痛いですね、清水商業。大滝監督もかなり厳しい表情です。ゲームメーカーですからね。はい、斜め足首の、あ、膝ですね、左の膝のあたりですね、はい、大丈夫ですか。
ですかね、これ7番の七海。現在清水商業はフィールドプレイヤーは9人、ゴールキーパー含めて10人でプレーをしております。市立船橋の陣内での清水商業の攻め、向こう側のタッチラインからのスローインです。ゴール前には12番の川口、11番の沖津がいます。この2人のところにボールは出ませんでしたが、コーナーキックを得ました。10番の山田、今七海が復帰しましたね、今七海が復帰しました。後半1本目のコーナーキック、11番の沖津が行きました。さあゴール前、いい時間帯、ここで点を取れるかどうか。カーブかけた、水島がまずボールに触れました。押し上げる、押し上げる、あーさあ早いですね、長田、長田、水島です。水島に行った、水島抜けるか、あーちょっと強い、ちょっとこの前のキックが強すぎました。ちょっと長かったですね、はい、あれがもうちょっと緩いボールですとね、はい、もうキーパーって1対1ですね。そうですね、水島見事なカウンターです。これがカウンターだよというようなサッカーでしたね、今のは。そうですね、早いですね、非常にレベルの高いプレーを演じてくれています。両チーム青いユニフォームが千葉県代表の市立船橋高校。さあ永田に合うか、こぼれ球、清水商業がボールをキープ。ここで7番の水島、一旦後ろへ、そしてここでボールをつないで丁寧に行きたいところ。ダイレクトで、ダイレクトで清水商業、速い攻撃。さあ向こう側11番関根、前に出した、関根追いつくか、タッチラインに逃れました。やっぱりスピードがあります市立船橋。もう一回ここでロングスロー行きますかね。4番の高田が上がってきました。コーナーとロングスロー、はい、チャンスですね、はい、では相当練習してますから一日伸ばし、はい、さあこぼれた、水島、水島入りました、ゴール、水島後半の8分ついに均衡を破れた。市立船橋が先制点、市立船橋先制点、水島の右足のシュート、もうバックが見てましたね、見ちゃってましたね、1対0、はい、さあスロービデオで見ましょう。ここでこぼれ球、関根から、あここですね、ディフェンスに当たりましたね、2番の持ち主近行きに当たってますね、それにしても見事な得点、水島、これです、先制点は市立船橋。このスロービデオの間にすでに清水商業がコーナーキックのチャンスだ。さあ同点に追いつくチャンス、こうなるとちょっと攻め方も変わってきますね。そうですね、もう積極的に前に出てくるんじゃないですかね、はい、2年前決勝戦で、この大会決勝戦で市立船橋は涙を飲みました、1対0、その時にヘディングシュートを決めたのが今のキャプテン10番の山田でした。今度はそのお返しをしてやるという市立船橋。後半に入って水島のシュートが決まりました。市立船橋が1対0リード。大岩が上げる、ゴール前、さあどうか、振り向いてシュート、シュート打てない、11番奥津シュアットセンタリング、もう一回フリーだ、シュート、キーパー正面、キーパーの正面、キーパー八木沼がきっちりキャッチしました。山田のシュートはゴールを割れず、奥津も落ち着いてパス出しましたね、いいパスを出しましたね、はい、放送席、はい、市船の応援の方なんですけれども、もう騒然としています。そうですね、先ほどの1点から今のプレーまで全てもう体全身を使って応援しています、はい、こちらから見ても何かこうスタンドが波打っているような感じに見えます。ついに均衡が破れました。後半
の8分水島のシュートで1対0市立船橋高校が1点リード。さあこうなると日本サッカー協会の推薦意地にかけても清水商業は同点に追いつきたいところ。後半の8分ついに市立船橋がゴールを割りました。さあ山田がコパス、ゴール前は川口が待っているが、その川口に出るかどうか、3人がかり。マルコスさん、はい、こういう展開になると山田への負担というのは大きくなりますね。そうですね、市立船橋は山田をマークしていれば、はい、比較的楽な試合展開に持ち込める。そうですね、あと周りがどれだけ動いてくれるかですよね、はい、清水商業、山田にマークついてますから。どうですか、その山田以外のフォローしなきゃいけない選手の動きというのはいかがですか、今のところ。そうですね、もうちょっと声出してボールをもらいに行くか、はい、そうですね、あんまりもうオーバーヒットしますからね、山田君は。ちょっと今のところ状況としては市立船橋かなり有利と。そうですね、いいですよね、はい、これ0対0ですと全く状況違いますけどね、はい、1対0という均衡が破れたところで、はい、この山田に対するウエイトというのが非常に大きくなりました。1対0市立船橋高校が後半の8分水島のシュートでついに均衡を破りました。白いユニフォーム日本サッカー協会推薦の清水商業、1点リードされております。早く同点に追いつきたいところ。七海が昨日の七海ではありません、全く目立たない。それだけ市立船橋がしっかりマークしてますねということですね、はい、ボール触った時点でもすぐもうトラップミスか、もうあるいはもう体張ってもうマークしてますかね、七海君に対しては、はい、清水商業はここからまだ時間がありますから、やっぱり焦りが出るとまた市立船橋のペースになりますからね、落ち着いてやってもらいたいですね、今のところどうですか、まだ時間的に余裕がありますから、ね、焦りというのはないでしょうかね、はい、ただ何か歯車が噛み合ってないような、はい、そんな印象を持ちますね。放送席今井さん、はい、小田監督じっと守ってますけどもね、はい、中盤でパスが繋がらないなっていう子にジェスチャーをしながらね、局面を見つめてます。いつもですともう劇が入るともう立ち上がって声かけるんですけど、まだ座ったっきりじっと見てますよ。それから田辺さんね、はい、今日はちょっと中盤で倒れる選手が多いですね。そうですね、清水商業にね、それで七海先ほど担架まで用意されちゃいましたけどもね、はいはい、一応太ももに膝が入ったという状況なんで、プレーには支障はないというんですけど、やっぱり運動量若干落ちてるような気がするんですよね。粘りがないような印象を持ちます。今日の清水商業1対0でリードされているが、ここでいいところでフリーキックだ。同点のチャンスを迎えました。後半の14分山田が蹴った。さあヘディングで合わせてつないで、必死のクリアが市立船橋、市立船橋がいい。スピードあふれる縦への突進だ。脇田からいいポスター関根、11番の関根へのパス、これはシュートにはつながりませんでしたが、しかしこのカウンターといいますか逆襲の速さ、この9番の脇田が縦への突進をしました。市立船橋はみんなで11-2で守って、このカウンターもみんな上がりますから、はい、そこから速いですね、さあチャンスになるぞ。シュートどうか、闇沼ファインプレイ、落ち着いた守り、取りました。再三にわたるゴールへの執念のシュートを放ちます清水商業、しかしまだゴールは割れません。1対0、4番の薩川縦へパスを出しました。10番の山田、ついているのは脇田、この9番の脇田が必死のタッチラインへのクリアを見せました。10番の山田に対するマーク、9番の脇田、12番の川口がゴール前で待っております。15番の鈴木もいます。しかしセンタリングがなかなか上がってこない。11番の沖津もいる。さあ上がった。しかしこのパスのコース、センタリングのコースに市立船橋青いユニフォームが立ちはだかっています。さあ市立船橋の攻めだ、速い縦への展開だ。さあどうか、キーパー取った。あわや1対1という場面、キーパーと1対1という場面のピンチかと思われました。さあ今度は山田突進する。ちょっとディフェンスが薄いぞ、ディフェンスが薄い、取り返したがコーナーキックだ。コーナーキック3本目、後半に入って3本目のコーナーキック、清水商業、
後半は山田は左の方から流れてますね。そうですね、前半は右からでした。はい、11番の沖津が行った。ショートコーナーで七海がセンタリングを上げる。上げてことごとくこの上げたボールに対して市立船橋の選手が反応して最初にボールに触れています。さあ上がったぞ。3番の西ヶ谷が突進していったがダメでした。市立船橋は11人で守ってますね。11人がペナルティーの中入ってますね。そうですね、全員守備、全員攻撃、3番の西ヶ谷セットプレーでゴール前に上がっていきました。しかしヘディングは不発。後半の17分を経過しました。40分ハーフで行われております第69回全国高等学校サッカー選手権大会。今年の参加校は3934校でした。その頂点目指して今2回戦激突は市立船橋と清水商業。2年前あの決勝戦で国立競技場を沸かせた1年生の山田が今3年生キャプテンとしてこのグラウンド再び市立船橋高校と対戦しております。今日は2回戦3回戦進出をかけたこの激闘です。1対0後半の8分に水島のシュートが見事に清水商業のゴールを割りました。1対0均衡を破れました。1対0で市立船橋がリード。10番の山田サインを送る。さあゴールに直接行ったかキーパー。しかしキーパーが今日は八木沼が再三いいプレーを見せております。今日八木沼目立ちますね。そうですね、やっぱりもう一あの清少はもうどんどん入って、あのペナルティエリアでボールを今掘り込んでますからね。やっぱり八木沼は高いボールには強いですから全部取ってますね。そうですね、風は左から右あるいはバックスタンドからメインスタンドという方向、風の影響はそれほどないと思います。永田が右に展開した。そう、その永田が中央に詰めているがここはパスは通りませんでした。11番の関根、今日は関根にしても永田にしても、まあ、もちろん水島もそうなんですが市立船橋の選手の動きが昨日と比べてだいぶ違いますね。だいぶ違いますね、やっぱり相手が相手ですからね。そして脇田君のフォワードの脇田君がよく斜めを抑えてますね。あ、なるほど、はい、ロングスローだ。ロングスローこぼれ球、試合前には大竹監督はやっぱり市立船橋は水島だけは気をつけようっていう風に言ってましたけど、まあ、マンツーマンじゃなくて、はい、水島君だけは危ないなっていう感じで言ってまして、やっぱりその通りですね。やっぱり手取りましたね。そうですね、はい、やはり両監督の読みというのは不安の方が的中しちゃいますね。そうですね、これが7番の水島先制のゴールを挙げました。後半の8分このうまくセンタリングが上がりません。自由にプレーできない。今日はどうしたのかな。プレーしている清水商業のイレブンもそう思っているかもしれません。ちょっといつもの清水商業とは違う。うまい展開だ。8番の和田これボールをインターセプトしたのが清水商業。11番沖津1年生沖津から中央に出した。望月大岩が前線に出して、ここから川口をきつと待っているゴール前に上げたいところですがなかなか上がりません。マルコスさん、こういうところでね、ゴール前にきちっとその12番の川口ですとか11番の沖津が詰めて待っている、はい、その待っているところにボールが出ればチャンスなんですよね、サッカー、はい、そうですね、ところがそのチャンスを全く作れないというのは市立船橋の守りがいいということなんですね。そうですね、そういうふうに見ているんですね。もう、真ん中で出す人をちゃんとマークしてますからね、やっぱり出せないんじゃないですかね、はい、後半の20分を経過しまして1対0と市立船橋高校が1点リード。試合残り時間が20分を切りました。この20分の間に清水商業は果たして同点に追いつけるかどうか。 1年生の沖津が持って上がる。シュート打った。センタリング終わってクリア。
ボディでいてバックパスがなりましたね。はい、お聞きの突破、1年生とは思えないような柔らかいボールタッチ、そしてボールコントロール、カットしようとしたのが枠の中に行っちゃいましたね。これがもう少し強い当たりですと殺点になってしまいます。あ、メンバー変えますね。2人目、川口に変えてタコを出しますね。タコ、タコが出てきました。放送席、はいはい、そのタコに大滝監督ですけどね、はいはい、とにかくゴール前でもう呼び込めて、はあ、とにかくそれに点を取れというふうに檄を飛ばして送り出しました、はあはあ、やはりもうこれはタコを出してきたということは清水商業としてはもう1点リードされてますから、なんとか同点にしなきゃいけないと。そういうことですね。タコ本当足を怪我してましたから、昨日も一応体を動かしていたんですが、はい、まあ、様子を見て、まあ、控えの方登録には入れてましたけどね。ですからもう今日は一つ賭けだと思うんですね、ここね。そうですね、はい、まあ、とにかくマルコスさん、これは追いつかないと3回戦以降というのはなくなっちゃうわけですからね。今井さん、はいはい、清水商業の応援席です、実はですね、応援団昨日がですね、はい、公式試合久々の公式ゲーム、うん、非常に見てる方も緊張したそうです。あ、で今日はね、チャンスですね。はい、はい、コーナーキックですね。で中谷さん、その後短めに続けてください。前半は観戦ということだったんですが、ここに来て俄然、応援のボリュームが上がってきました。そうですか。まあ、そういえば今中谷アナウンサーのリポートにありましたが、公式戦というのはこれ昨日が久々の戦いになるわけですね。思えば推薦ですから地区予選は戦っておりません。さて後半1本目のコーナーキックは市立船橋、先制ゴールを挙げた水島が蹴る。高いボールだ。さあ脇田、脇田クロスバーの上を越えました。9番の脇田のヘディングシュート。放送席、はい、市船はこの清志を相手に大変いい試合をやっておりますが、この陰には2年前に準優勝したチームのメンバー、3年前に3位になったメンバー、はい、いわゆるサッカー部の OB がですね、大変に協力してまして、はい、昨日はこの清志の試合を見に10人が行きまして、はい、ビデオカメラ2台を持って行って、おやおや、昨夜宿舎で大変に研究をしたそうであります。なるほど。特にセットプレーの研究をしたそうですね。あーはーはー、特に前線してて先ほど OB に聞きましたところ、いいんじゃないですかという声が返ってきました。以上です。なるほどね、今千葉テレビの石井アナウンサーのリポートでしたが、2年前のその涙を飲んだ時の OB、 その OB が集結してこの今の生徒たちにいい思いをさせてあげたいと、その雪辱になりますが、その効果が、あっとフリーだ。しかしなかなか打たせません。市立船橋ポーンと浮かせた。5番の大岩、大岩のパスも通らない。タッチラインに逃れました。放送席、はい、清翔ベンチサイドですけども、帰ってきた川口に聞きましたら、相手にパスを回されているという実感があるということを話してました。おー、パスを回されてる。5番の大岩、本来ですとパスを回している、常に回しているのがこの清水商業であったはずなんですが、市立船橋高校が見事にここでいい試合をここまでやっています。あっと足が引っかかった。これホイッスルです。先制ゴールを決めた水島。水島は攻守に大活躍ですね、これ見てますとね。そうですね、もう足つりましたね。あ、そうですね、水島昨日もいい動きしてましたからね。そうですね、まあ、この選手権大会は2日に第1回戦が行われるわけですが、抽選によっては今日が初戦というチームもあります。したがって2日ゲームなしで3日から登場するチームというのは1試合少ないんで、非常に先へ行って有利だということが言われているわけです。まあ、その例えば長崎の国見高校にしても今日3対0で上田東を破っております。まあ、今日が初戦ということになって、いきなり1つ勝てば3回戦に行けるという有利さはあります。この両チームは昨日からゲームをしておりまして、今日が2試合目、3回戦以降のことを考えるとやはり、2日からゲームをしているチームはかなり不利があると言えるかもしれません。しかし市立船橋、非常にいいゲームをしております。清水商業は、まあ、夏は無敵じゃないか、清水商業を倒すチームはないんじゃないかと言わせたほどのチーム作りをしてきたわけですが、まあ、私は唯一清水商業の練習試合を見ておりまして、やはり一番不安
に思ったのは夏から成長してないのかなという何かそういう不安はありました。しかしながら、まあ、これ試合まだ終わってませんので分かりません。1対0と市立船橋高校が1点リード。清水商業ここで消え去るのか、あるいは同点に追いつくか、いずれにしても次の1点を取ったチームというのが非常に有利になることは確実だと思います。この時、はい、一村の応援の方ですが、講演会の沢さんが怖いことを言ってくださいました、1-0 でリードしているわけなんですが、この1点は一昨年の借金を返してもらっただけだと、この後橋を作らなければこれはやっぱり勝ったことにはならないということで、ますます応援盛り上がっています。なるほど、 1-0 じゃ納得しないということですね。なるほどね。さあここから清水商業が攻撃に転じようかというところですが、市立船橋がボールをカットして関根からおっと出た。さあ1年生の鈴木純右にはたいた。お、水島がこちらサイドでフリーだぞ。7番の水島がフリーだ。確かに清水商業の、交代した川口選手の談話をさっきお伝えしましたけど、やはり相手にパスを回されている感じだというのが今の攻めなんか見てても分かりますね。そうですね、もうちょっと前でカットしたいですよね、はい、清水商業は、ロングスロー。 OB たちが昨日 VTR で集めた情報を昨日宿舎で大検討会をした、その成果が今出ております。1対0市立船橋リード。さあクロスが入った。ヘディングでつなぐ、守る水野。さあシュートどうか、上がってゴール。加工が入れました。同点のシュートは応対した8番の加工。後半の28分、やっぱり加工君が出てきましたね。これは大滝監督が当たりました、より当たりました。1対1、8番の加工が同点のシュート。これでディフェンスが振られてしまいました。逆を突かれましたね、八木沼は。1対1の同点、いいシュートでした。後半の28分、同点のシュートは加工。加工君が初めてシュートを打ちましたね。そうですね、手に入り、手になりましたから、同点のシュートを決めた8番の加工。足首の怪我でしばらくゲームをしておりません。夏のインターハイではゲームに出ていましたが、この冬の選手権登場してすぐに点を取るところ、この辺が波のプレイヤーではありません。さあ1対1の同点となって清水商業がリズムに乗ってきました。これが8番の加工です。放送席、大滝監督、あと1本というふうに檄を飛ばしました。そして市船の永田を抑えろと望月に檄を飛ばしています。1対1の同点です。七海、大滝監督39歳、ここで負けるわけにはいかないという表情の大滝監督です。1対1、ようやく清水商業らしいペースが戻ってきたと言っていいでしょう。やはり選手の交代が今年から2人までになりました。国際ルールにのっとって選手交代は2人まで、その2人目の選手を入れてすぐに同点に追いつく、この辺がベンチワークの冴えと言っていいでしょう。さあクロスが入ったぞ、高田がクリア。このクリアーボールが永田につながるかどうか。後半の30分を経過しました。試合残り時間が10分です。この10分間で1対1、均衡が破れませんと PK 合戦にもつれ込みます。今井さん、はい、清掃の応援スタンドです、先ほどとは表情が全く違います。そうでしょうね、セオセムード、はい、ガッツポーズも広がっています、1対1、清水商業がじりじりと上がってきましたね。上がってきましたね。もう大岩君はもう完全に前でもプレーしてますね。はい、あ、大岩君ですね。はい、さあ大岩、これが5番の大岩。
完全に清水商業に行きました。他校が後半の28分同点のシュートを放ちました。1対1、前半は0対0、後半に入って1対1、果たしてどんな決着が待っているのか。水島、そして永田、この2人で突破できるかどうか。振り払った、さあ永田が持っている、永田が持っている、水島、3人がかりのマークです。宇野監督の力強いアドバイスがグラウンドの選手に届いているでしょうか。この人が宇野監督です。1対1、全く五分、両者譲りません。7番の七海、きついマークですね。そうですね、楽にはやらせてくれませんね、はい、再三にわたってこういうフリーキックがあります。さあどうか、山田が入れた、ヘディングは左に切れていきました。これは西ヶ谷です。3番、後半32分を経過、試合残る時間がまもなく7分になろうとしております。後半はややロスタイムもあるでしょうが、現在後半の33分になろうとしています。試合時間は残り7分となりました。白いユニフォームが日本サッカー協会推薦の清水商業、ブルーのユニフォームが千葉県代表の市立船橋高校。ここで選手が交錯して倒れました。大岩と和田が倒れ込んでおりました。大岩の方が後から起き上がっています。大岩頑張れのバックスタンドからの熱い声援ですが、大岩かなり痛そうです。まだひざまずいています。今ようやく立ち上がりました。試合残る時間が6分34分を経過、40分ハーフで行われております。第69回全国高等学校サッカー選手権大会、山田です。10番の山田、山田がドリブルで突破、自らシュート打つか、クリアした。クリアボールが永田に出た。永田がドリブルで抜いていけるかどうか。中央に、右サイドにも関根が走っている。あっと、ここでインターセット。中盤での激しい攻防です。大岩、クリア小さい、落ち着き、さあ今度は大きくクリアしました。市立船橋高校、後半の35分になりました。試合残り時間があと5分です。その5分間両チームが死力を尽くして戦います。この山田のパスは通らない。鈴木、インターセプト、さあ出た永田、10番の永田、縦への突進か。札川がこのホイッスルは市立船橋の反則です。清水商業がボール持つときはもうすぐ山田にボール出しますね。そうですね、で市立船橋はもう10番の永田ね、両方の10番に合わせますね、合わせてますね、はい、また永田ですね。永田、山田です。山田、10番の山田、突破する。さあどうか、入れた、ヘディングアウト、合わない、コーナーキックです。11番の沖木がボールを持ってコーナーに走っていきました。ショートコーナー、早く1点を
取りたい清水商業、1対1ミスは許されません。10番の山田キャプテン、放送席、はい、表彰ベンチサイドですが、清水商業のこの白いユニフォームの左胸にはですね、6つの星のマークがついています。2つずつの日本一、ユース大会、選手権、インターハイなんですが、これにもう一つ星を加えるためにベンチサイドからはプレス、シュート、ゴール、この3つの言葉が繰り返されています。以上です。7つ目の星が果たしてつけられるかどうかというのはこの一戦にかかっていると言ってもいいでしょう。さあ中央に入れた、クリーンになるか、よく守った、これでワントラップしてシュートは打てません。清水商業シュートを打てない。山田、さあこのパスを受けた山田、山田が突進する、シュートどうか、正面、よく八木沼反応した、よく八木沼が反応しました。8番の高尾のシュート、いいシュートですね。また高尾君が、山田高尾というのはやっぱり絶妙のコンビですね。そうですね。さあフリーだぞ、フリーだぞ、しなや中央に入れる。清水商業白ディフェンスの一律船橋、清水商業速いパス、オキツが入れた、タコーだ、タコーだ、どうか、オフサイド、これが8番のタコーです。タコーが入ってやっぱりムード変わりましたね。変わりましたね、はい、いいぜ、落ち着け、ペナルティの中でボール触る回数が、球種が増えましたね。そうですね、はい、38分を経過、試合残り時間が2分となってまいりました。このまま PK 合戦にもつれ込むのか、早くバックパスしないとピンチになります。常に詰めています。放送席、はい、一船ベンチですが、布監督、はい、イレブンに落ち着け落ち着け、うん、特に水島に落ち着けという指示を出しています。以上です。はい、ここで落ち着いて攻めたいところ、市立船橋、和田、和田がドリブルでいく、さあどうか、シュートはディフェンスに当たりました。清水商業の選手に当たっています。ここでまたロングスローで、清水商業ボールです。さあ清水商業も早い展開、時間がありません。残り時間がまもなく1分です。山田、10番の山田、山田ドリブルだ、ドリブル、超高校級の突破力がある山田、山田ゴールの正面だ、しかし壁のように立ちはだかる市立船橋のディフェンス陣、必死の守り、試合時間が1分を切りました。1対1の同点、このまま PK 合戦にもつれ込むのか。2回戦屈指の好カード、市立船橋高校対清水商業、後半になってそれぞれ1点ずつ、七海ダメです、シュートは打てない。さあフリーだぞ、センタリングがことごとく市立船橋の選手に当たってしまいます。清水商業、さあどうか、左足のシュートはダメ、ここで市立船橋の選手はもういません。逆に清水商業の選手が大勢ゴール前に詰めています。水島がクリアしたボール、市立船橋苦しいですね。苦しいですね。ディフェンス陣は4番の薩川、はい、薩川、西ヶ谷と2人残っています。もう40分を経過してしまいました。あとはロスタイム、あとはロスタイム、和田がドリブル、脇田のドリブル、あと足が、もう手元の時計では40分を過ぎてます。あとはロスタイムです。まあ、途中単価が入ったりしましたので、その時間が計算されてますが、戸川さんまだ時計は見ません。あ、今時計見ました。ここで試合終了、80分間戦いました。1対1、結果は引き分け、しかしながらこの大会は3回戦に進むためにペナルティーキック合戦を行うことになります。この放送は民間放送45社の共同制作で千葉県総合運動場からお送りしています。
PK 合戦、先攻の清水商業、10番の山田が外しました。さあ市立船橋どうか、決まった。6番の清水が決めました。最初のキッカーとして登場した清水商業のキャプテン山田、これです。ゴールポストに当てて外してしまいました。これで1対0。2人目です。7番の七海、5人蹴って成功した方が3回戦進出。これが決まりました。左足のシュート、七海。七海が大石に何事か告げました。さあ市立船橋2人目のキッカーが登場してまいります。高田君ですね、はい、4番の高田、2人目。緊張の一瞬です。大石、高田、どうか、止めた。七海の一言が効いたのか。大石見事なセービングです。よく止めました。はい、完全に読みましたね。読んでますね。2人蹴って1人ずつ成功しております。3人目、清水商業3人目。さあ蹴る、決まった。これで2対1。望月重吉が決めて2対1です。さあこうなると市立船橋高校ですから後攻めですので、ちょっとこのプレイヤーにプレッシャーがかかり始めます。1年生ですね、鈴木純。鈴木純、16番の鈴木純です。1年生が果たしてどんなキックを見せるか。これは蹴る方は、さあどうか、決まった。しかし大石は読んでいます。1年生の16番鈴木純、ニコッと笑って右手を上げました。読んでますね。左とやはり心理的にはいくもんなんですかね。逆に清水商業の方は右の方に蹴って成功しています。5番の大岩が出てきました。これで4人目、3人蹴って2人ずつ成功、2対2。4人目のキッカーの大岩、決まった。大岩決めました。これで3対2。市立船橋の4人目のキッカーが出てまいります。7番の水島、水島がボールを置きました。さあどっちへ蹴るか、水島逆に蹴った、右に蹴りました、成功です。これで4人蹴って3対3。4番の札川が出てまいりました。5人目、5人目のキッカーとして札川、5人目で決着がつきませんと6人目以降はサドンです。さあ5人目、札川蹴った、成功です。真ん中ですね、真ん中蹴りましたね。市立船橋は 10番の永田でしょうね、キャプテンが出てきましたね、はい。清水商業のキャプテンの山田が最初のキッカーとして登場して外しました。こちらの10番の永田はどうでしょうか。これを外せば清水商業が3回戦に進出ということになります。成功すれば6人目以降サドンです。さあどうなるか。1万5000人が詰めかけました千葉県総合運動場、静まり返っています。さあ永田蹴った、決まった。
まりました。5人が勝って4対4、6人目以降サドンデスです。失敗成功、成功失敗、それで決まります。ほっとした表情の永田。さあ6人目決まりました。15番鈴木が決めました。6人目成功です。これで5対4。11番関根が出てきました。市立船橋、もう6人目以降は失敗したらそこで決まりということになります。清水商業は成功しています。さあ関根、失敗は許されません。どうか、右に蹴った、成功です。6人目まで蹴って5対5。いやー、このペナルティーキック合戦はいつ終わるんでしょうか。全く予測がつきません。11番1年生の興津です。7人目、7人目のキッカー登場、1年生の興津。八木沼、決まりました。9番の脇田が出てまいりました。さて、千葉テレビをご覧の皆様とはあと20秒少々でお別れしなくてはなりません。脇田君ですね。はい、脇田蹴った、決まりました、決まりました。残りが10秒少々となってきました。千葉テレビをご覧の皆様、大変残念ですが、途中なんですがお別れいたします。申し訳ありません。さて、7人目まで蹴って6対6、失敗は1人ずつしかありません。今度は8人目、8番の他校ですね。同点のシュート決めました他校ですね。そうですね、8人目です。いつ決着がつくのか、ゾクゾクしてきます。7人蹴って6対6、蹴った、決まりました。これで7対6、8人目のキッカー和田君、8番の和田です。8人目、こうなると後から蹴る方は嫌ですね。嫌ですよね。さあ8番の和田、止めた、止めた。清水商業が3回戦進出を決めました。清水商業3回戦進出、市立船橋またもや涙を